歌でみんなを笑顔にすることです。外苑西中学の渋谷カノンです。渋谷さん、もういるんだったら返事してよ。ありがとう、君のおかげで助かったよ。一個主流おっしゃー、ハオが近い。ニハオシェシェショロポン最低。怖い怖い、待ってください。うっかり歌っちゃったばっかりに。何やってんの。あれ、素晴らしい声の人。あの子同じクラスか、大変そう。あ、素晴らしい声の人。怖い怖い、待ってください。それにカノンさん可愛いです。はとても可愛いです。可愛くはないと思うけど。スクールアイドルは誰だってなれます。アイドル？あんたが？うるさいな。カノンさんはすっごく可愛いです。可愛い？お姉ちゃんが？もう聞かないでって言ってるでしょ。他にやりたいことあるんだ。ココノちゃんも無理。私を誰だと思ってるの？カフェオレかキリンゴ大好きさルル。おはよう。お、今日から2年生だね。いただきます。まんまる、行ってくるね。やった、人前で歌えた。これは退学届です。退学？2日目にして？そりゃこうなるよ。弱点はないよ。こういうことじゃないと思う。覚悟できてる？頑張る。頑張ります。あれやっぱりダメ？うん、今まで大事な時以外は歌えてたのに。朝だし人も少なかったから大丈夫だと思ったんだけど。いらっしゃいませ。ってなんで？レッツたこ焼き修行。つまりずっとお客さんの視線を感じながら作業することになるわけ。なるほど。歌えるようになってない。カノンさんなら何でも似合います。可愛い椅子を着れば気分が上がって歌えるようになります。これをステージね。なるほどです。え、服としてはこれが一番似合うかと思うのですが。こっちの色も合うと思うんだ。なるほど。もしもし。可愛い服すぎて私には無理だよ。突撃。目線ください。はい。上目遣いで。たまんねー。消して。それは全然大丈夫じゃない。やっぱり無理だよ。そう簡単に歌えるなら今までだって苦労してないよ。今の姿が本当の私なんだよ、きっと。クーカーっていうのは？クークーが考えたグループ名です。クークーのクーとカノさんのカーを合わせてクーカー。どうだろう、見たな。冗談はやめてよ。誰ですか？スミレちゃん。いった。何してるんだろう。スカウト？かわいい。これがショービジネス？スミレちゃん。何が起きたの？私記憶なくって。ぐっそくもしぐっそくもしぐっそくそく。ごめんなさい、うわりと記憶あります。ぐっそくもしがですか？カノン。いや、どうしても教えてほしいってクークーちゃんが。いいな、私もあっちにしようっと。センターは誰？私かな。私高いところ嫌い。いいから助けて。
何してるの？うわ驚かしちゃった。すみません、気づかなくて。疲れてる場合じゃないよ。ウィース、生徒会説教です。なんでなんで説教です。いろいろ渋滞してる。なんで私の名前が書いてあるの？もちろんカノンが立候補するからです。さあこのタスキを上を。カノン、カノン、カノン、あっつけてください。やだ、絶対に出ない。カノン、スミレちゃん、えありがとう、全力で応援するから。カノンが生徒会長に。いや、いいんじゃないかって話してたんだ。いや、ないないない、そんな話全然ない。ほら、私なんて全然目立たないし。どうしよう、約束も何もしてないのに。あずきさんになんて言えば分かってくれるかな。いジビ、うわあ誰そこ、そこダメだよ。何圧倒されてんのよ。だっておバカ、同じこと繰り返してどうする。だったらスミレちゃん言ってよ。一緒に戦いましょう。ってこれ以上ややこしくしないで。あー、それ絶対楽しい。ウィース話が彼方にそれています。あなたは映らないのですか？え、私は撮影？撮影？スクールアイドルの恥ずかしいからやめよっか。どの口が言うのですか？この口が言うのですか？こんなのでいいともらっても嬉しくない。どう？ふわふわだ。こんなベッドに一度寝てみたかったんだ。ゴロリン、カノンちゃん、え、歌はできた？じいちゃん、クーカちゃん、何ですか？うわぁ、まるまるギャラクシーが、久しぶりだね。うわぁ、いやー、だいたい作詞は私がやるべきだとか、曲は詞がなきゃ作れないとか。ヘイヨー、私の名前は渋谷かの。渋谷と言っても渋谷は苦手。言葉が暑かった、うるさかった、うざかった。何かといえばやればできるとか頑張れとか、熱血スポーツキャスターかっての。ってそこまで言う？なんでだろう、怖いよ。怖かったんだあの時も。